皆さんこんにちは、ちがみなです。ブブーン。今私茅ヶ崎みなみどこにいるかというと、北の大地北海道です。それで本日なんですけど、富良野に遊びに行こうかなと思います。で、今どこにいるかっていうと、後ろにちらっとね見えてるんでバレちゃってると思うんですが、夕張市ってところにいて、でここから約100キロぐらい離れたところにラベンダーとかお花畑で有名な富良野という地域があるので、そこに遊びに行こうかなと思います。それじゃあ早速なんですが、シビアに乗って行ってきます。というわけで富良野に出発したいと思います。その前にやっぱりメロン食べたい、夕張メロン食べたい。ここ食べれるかな、カットメロンありそうな予感するんだけど、ちょっと寄ります。じゃじゃん。ってことでやっぱりメロンが食べたくなっちゃったんで、ついつい寄っちまいました。ってことで食べちゃいたいと思います。マジでうまそうなんだけど、絶対うまいやつなんだけど、これ。じゃあいただきます。美味しそうすぎる。うまっ。夕張メロンすごい。このメロンなら無限に食べれちゃいそう。ちがみなの動画。はい、というわけでメロン休憩でした。で、私今どこ走ってるかというと、これはどこじゃ、国道452号線を走行中です。で、私の右手側には湖がねあるっぽいです。かなり巨大なダムも見えたんで、もしかしたらこの湖大きめかもしれぬ。冷たい、雨降ってる。神奈川県は毎日30度超えの夏って感じだったんですけど、北海道は涼しくて気持ちがいい。夏でもね5月ぐらいの気温感だから、バイク走らせるのにはめっちゃ気持ちいいシーズンなんですよね。いやー、それで今回の北海道旅なんですけど、北海道も3回目ぐらいなので、まだ行ったことない地域に遊びに行ったりとか、あとはねグルメツーリングってことで、北海道ね美味しいものたくさんあるので、いろんなところ道草食って、北海道の景色もグルメも味わい尽くしちゃいたいと思います。マジで危なかった。今リスがね横切ったのよ。よかった、スピード緩めといて本当によかった。びっくりした。聞くところだった。危なかった、本当に危なかった。もう本当ね、北海道動物とか出るので気をつけて走らなきゃですな。いやー、リスびっくりした。いや本当によかった、本当によかった。びっくりした。ちがみなの動画。今ねだいたい20キロぐらい走ってきたんですけど、ここまで来るのに信号が一つもなかった。めっちゃねスイーッとね走れちゃいました。で、今ね富良野の看板が見えてきたんで、あと50キロぐらいでおそらく富良野に到着するんじゃないかなと思います。というわけでひとまずね富良野に到着しました。ご覧の通りちょっと渋滞です。で、この後真っ先にラベンダー畑行くぞ、お花畑行くぞってね思ってたんですけど、渋滞にはまって抜け出せんくて、お花畑とランチどっち先行くかめっちゃ迷ってるんですけど、まあね、先にご飯食べちゃいたいと思います。ちょうど昼時なのでどこも混んでるかもしれないんですが、とりあえず行くぞ。待って、めっちゃ並んどるかも。行こうと思ってたお店が大人気すぎるわ。めっちゃ人気店や。ダメだ、諦めよう。諦めて近場所にします。それじゃあちょっとしばらく走ってご飯どころを探したいと思います。というわけでちょっとね近くにレストランっぽいところがあったんで、そこに行ってみたいと思います。お腹がペコには変えられぬ。北海道のご飯が食べたいんじゃ。ってことでご飯タイムにしちゃいましょう。おお、すごい、おラベンダーすごい、ラベンダーすごいぞ、そこのラベンダーすごい。全然ちょっと違う道来てた。やばいやばい、間違った、道間違った。よしよし、 U ターンします。あ、気持ちいい、いい天気、めっちゃいいとこじゃん。なんだここ、え、なんだここ、え、ラベンダーめっちゃ綺麗なんだけど、道間違えたらすごいとこ来た。ご飯の前に花畑来ちゃったよ。ちがみなの動画。
はい、というわけで道に迷ったらラベンダー畑に到着しましたってことで、ちょっとねラベンダー畑でゆったりしたんですけど、本当に綺麗だね。実は私茅ヶ崎みなみ、ラベンダー全盛期には来たことなくって、多分今日マックスだと思います。こんなにちょうどいいラベンダー初めて見たかもしれん。すっごい綺麗でした。それで私ね、お腹が空いているからお花畑より先にご飯食べに行くって言ったんですけど、予期せず団子より花になっちまいました。ってことでもうね、お腹ペコペコのペコなのでご飯をね食べに行こうかなと思います。それじゃあ行ってきます。ちがみなの動画行きますか。ラベンダーさようなら。予期せずラベンダーと巡り合いました。めっちゃ綺麗だった。めっちゃいい時間だった。ラベンダーが全部咲いててめっちゃ綺麗だった。それじゃあね、当初の目的地であるご飯どころに向かおうかなと思います。そう、ここをね本当は曲がる予定だったんだよ。なんか丘の上来たぞ。気持ちいい。あー最高。気を取り直してご飯どころに行きたいと思います。到着です。さあしまおう。ちがみなの動画。お腹すきすぎた。閉店でした。行くのがちょっと遅かったかな。もうお腹が空いてもうどうしようもない感じなんですけど、なんとご飯どころ大人気すぎて閉まっちゃってました。こんなはずじゃなかったんだよ。普通にご飯食べようって思ったら、ふっと入ったらご飯食べれるもんだっていう風に思ってたんですけど、夏の北海道めっちゃ人気高まってない？ランチが食べたい、ランチが食べたい。お腹が空いたんよ。食べたいレベルマックスや。お腹空いた。今日ご飯食べたい。今日の私のランチを探し求めて進みたいと思います。車見ることないから珍しいよね。どんな電車走ってくるんだろう。え、かわいい。なかなかかわいい電車だった。もうお腹空いてダメになっちゃう。さあ砂利なので慎重に。ちがみなの動画、というわけでご飯どころヤギカフェにやってきました。それじゃあ早速中に入りたいなと思います。ご飯タイムにしちゃおう。ヤギミルク買ってみます。私のご飯の前にヤギにご飯をあげたいなと思います。私結構動物にご飯あげるの好きなのでめっちゃ可愛いですよね。近くにヤギがいてそわそわしてるんですけど、早速あげちゃいたいなと思います。これはヤギのおやつのミルクです。あげちゃいます。ヤギ同様隠せぬ。あげます。飲んでくれ。あはは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 。喧嘩すな喧嘩すな。あはははははは。キャワキャワキャワ。次この子に。はい、飲みな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 。よち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 。ねえちょっと可愛すぎない？ヤギ可愛さは半端ない。次違う子、次違う子いくで。はい、どうぞ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 。かわいい。ヤギたちミルク楽しみすぎじゃない？いい飲みっぷりだ。今ねヤギのご飯をあげ終えて空っぽになりました。めっちゃいい食いっぷりだった。やっぱ今日大混雑中で待ち時間もう少しかかるみたいなんで、ヤギでも眺めながらもんやり持ってちがみなもご飯タイムにしちゃいたいと思います。じゃじゃん。ってことでついにご飯にありつきました。北海道産の牛ステーキです。肉最強。肉北海道の内陸に来たらやっぱ肉でしょう。ってことで富良野のご飯どころにやってきました。頼んだのはお肉と、あとねこれよこれ、ワインじゃありませんよ。ぶどうジュースです。ってことでこの辺の地域で採れたぶどうを使ったジュースを飲みたいなと思います。それじゃあ皆さん乾杯。うまい、このジュースうまし。そしてお肉も食べちゃいます。それじゃいただきます。お肉がさっさまじく美味しそうなのよ。うんま。あと富良野野菜、この辺で採れた野菜らしい。うん、お野菜もうまうますぎる。うまみがすごい。ごちそうさまでした。ちがみなの動画
はい、というわけで今ね上富良野の地域にやってきました。もうそろそろ富良野旅もラストってことで、この景色ともおさらばかって思うとちょっぴり寂しいんですけど、またこの北海道旅中に時間があれば寄れたら嬉しいなと思います。神奈川県から一歩も出ないともうね暑い暑い真夏暑いって感じで、暑さに耐えきれず溶けそうみたいな状態になるんですけど、北海道って気持ちがいいね。日中はねさすがにあったかいってなるんですけど、それでも気候が穏やかで凄まじく過ごしやすいんですよね。それで今回の旅はグルツーにしたいっていう風に思ってて、北海道のグルメを味わっちゃうぞっていうのが密かな目標で、もうソフトクリーム20個ぐらい食べれるまで帰らないつもりでいるんで、まあそこまでいくとさすがに食べ過ぎじゃんってなるんで、せめて10個ぐらいはねソフトクリームをこの旅で食べたいななんて思います。この後も牧場ソフトクリームとかなんか見つけたら道行く草しつつ進みたいなと思います。それじゃあね、私茅ヶ崎みなみの北海道旅はまだまだ続くってことで、次なる目的地を目指そうかなと思います。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。